はーい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。積みプラモを紹介しましょう。ちょっとね、これは、今後やる企画に関しての動画にはなるんですけど、ちょっとね、プラモデルを使ったりとか、まあ、いろいろね、やっていこうという企画がありまして、まあ、その一環としてね、あとはまあ、友人に向けて かな。さあね、思ったよりね、やっぱ捨てちゃったのかな。なんかね、買ったかなっていうやつがあんま見つからなかったんだよね。まずこちら。バーン。SD ガンダム BB 戦士三国伝。重心決闘編から太始自動無。結構ね、いろいろなんかこのセールがね、この紐がさ、紐がもう独特よね。三国伝のやつは結構ね、安売りというかね、もうその、とあるお店というか、お店、ショッピングモールがね、閉店する際に、そこにあったおもちゃ店が、まあ、なんていうか、閉店セールっていうか、めちゃめちゃ安いのをやってたんだよね。その時にまとめて買ったのが、この辺の名残ですね。そして、キガタイフ、シバイサダビー。しかもやっぱカラーリングが多分結構違うね。確かもともとシバイサダビー確か白っぽかった気がするんだよね。これも同じやつ。三国伝の重心決闘編のやつですね。かっけえ。あ、そう、反射がね、できれば日中撮りたかったな。ガンガン紹介してくれ。で、三国伝。バーン。三国伝。なんだこれ。ブレイブバトル、ウォーリアーズかな。から、新炎章バウ。新がついてますね。どんだけ三国伝あんねんっていうぐらいだけど、ただね、ちょっとね、これだっていうのがね、結構見つからなくてね。いっぱいあってね。ガンガンいくよ。ダンバインから実戦用ズバースですね。ちょっと映ってない？ここで。ズバース。私、ズバウス好きなんですよね。ズバウス。ズバウスは出て、ズバウスなんかね、メガハウスさんかなんか出してた、プラモじゃないのかな。すげえでかい。あれ、そう、あれ、あれ、あれいつか買おうと思ってるんだよね。あれは欲しい。次。ちょっとね、ホコリっぽいかもしんないけどね。で、次、同じくダンバインから。でも、箱がね、もうめちゃめちゃ曲がってるけど。レプラカーンですね、レプラカーン。かっこいいな。結構、ダンバインのデザインってかっこいいんだよね。サクサクいくね。でもなんか、作ってあるのもあるみたいでね。結構ね、どれがどう開いてるかわかんないんだよな。ただ、未開封っぽいやつから紹介していくね。クイーンマンサーですね。買ったけど、まだ作ってないやつ。クイーンマンサー好きでね、かっこいいよね、クイーンマンサーって。これね、また特殊なやつね。そのガンダムコレクションだっけ、なんだけど。ガンダムコレクションのやつね。これはなんか何個かあるんだよね。次いきます。スペースがないな、もう。スペースがないな。んで、次がね、あと作ってないのが、ほんと。これは作ったりさ。おお、これ絶対作ってないな。作ってない。これなんだこれ。バイファム。バイファム私あんま知らないな。箱、なんか大丈夫か？すげえ。ほこりかこれ。バイファムの、何これ？IRVF アストロゲイター。ラウンドバーニアンタイプレコン。タイプレコン？リーコン？開けてみようか。絶対これ作った記憶ないからさ。作ってないです。これ何に使おうか。 まあなんかパーツ取りはできそうだからね。で、同じく、どんだけバイファム、そんな私知らないんだよね、バイファムって。本当に。スパロボとかにも出てたっけ、バイファム知らないんだよな。ガッシュ。崩れた。ガッシュだそうです。多分読み方合ってるかもしれない。多分ガッシュ。そうですね。アストロゲーターって名前かっこよくない？ラウンドバーニアン、ガッシュ。なんかこのフォルム結構好きだな。シンプルに。なんかに使えるでしょ。結構変わるな。これはね、別のお店で買ったやつだね。プラも大安売りしてて、なんかね、10個だか20個だかまとめて買うとめちゃくちゃ安くなるって時に、なんかもうとにかくこの辺、なんかもう数合わせで 買っちまえって買ったやつだね。いや、でも、ブルーティッシュドッグは私すげえ好きだから。
ね、ボトムズの。これも作った記憶が全くないんで、これもあれですね。ある意味貴重なのかもしれないけどね。作らない方がいいね。もう箱ボロボロだしな。ボロボロっていうか、まあ、ボロボロっていうかさ、もうへこんでる感じだからさ。いいな。これちゃんとね、あれですよ。うわ、レディが。ファンタムレディがついてます。一応。まあ、色はこれ自分で塗んなきゃダメですね。あ、でも一応ちょっと色ついてるな。この辺に時間割くとダメだ。時間かかるわ。ちょっとパパっていくね。でも10分ぐらいの動画にしたいんだけど、もう5分撮ってる。スナッピングタートルですね。かっけー。あ、ボトムズはね、かっこいいよね。好きですよ。まあ、ボトムズはね、一番補正が入ったのは、まあ、スパロボの私がやった時には参戦してなかったんで、まあ、どっちかというと、カードゲームですね。クルセイドですげえお世話になったんで、ボトムズにはね。ボトムズデッキ好きで作ったんで、懐かしいですね。まだあるぜ。おお、買ってた、買ってた、ガリアン。ガーディアンワールドじゃないですか。非公開ガリアンから。これはまんまガリアンか、これ。これ、違う、これ。これでもこのガリアンっていろんな武装がいっぱいあるんだよね。飛行タイプに可変が可能だそうです。ガリアン。ガリアンです。ガリアンも思い出深い。これも、まあ、ガリアンもあれだよね。スパロボほどじゃなくて、クルセイド補正ですね。これまさかの、まあ、これちょっとハマってる。箱のボトムにハマってる。とんでもないのができたな。川崎。これなんて言うんだっけ？ Z1 だっけ？ Z1？ 強烈ターボのパワーの怪物として、ちょっと待って、ほこりが、ちょっと。Z1 ですね、Z1。バイク。バイクか。バイクね。もう箱が開かない。変形しすぎちゃった。箱が開かない。いや、どんどんこっちが暗くなってきたな。積み重なってきて。で、多分まだあるはずですが、あとでも結構空いてんのかな。若作と。店頭表示価格レジより30%引き。若作とはね、すげえ好きなんですね。この辺の武者のシリーズめっちゃ好きで、ちょっと BB 関連のね、本当私 BB 戦士はね、めちゃくちゃ好きでね。この頃のやつ、もういますね、ここにね、この闇将軍の、パーツをつけた闇将軍ね。あ、ここに、これ。たまんねえんすよね。たまんねえんすよ、これね。これね、いつかちゃんと、なんか動画で扱っていくんでね。お楽しみに。で、多分空いてないかな。これもね、闇のパーツ持ってんだよね。武者サイコマーク2ね。洗脳されちゃうやつね。あ、作ってない。この漫画が良くてね、漫画が。コミックワールド。この漫画ね、結構昔持ってたんですけどね、取っときゃよかったね、ほんとね。まあ、今から集めるのすごい大変そうだけど。これね。で、多分これ作ってあるな。闇将軍ね。これ、闇将軍がベースになるんでね、闇将軍ね。あ、もうすでに、いや、闇のパーツをつけている。ちょっと違う。ちょっと違う。あ、違うな。あれ？これ。え？これなんだこれ。私塗ったんだっけ？なんかさ、すごい。え、これ、もともとさ、銀じゃなかったっけ？これ。あ、これ塗ったんだっけかな？ お、記憶がないぞ。いや、なんか闇のパーツっぽくなってない。なんか、待って、これ塗った？これ。塗ってない。なんか、もともとこの色だっけ？え？こんな、え、ちょっと待ってね。これ塗ったんだけど、なんか塗ったか？なんか、あれだな。黒っぽくなってるぞ。これもともとね、銀なんで、確か。え、なんかめっちゃ黒くなってんだ。塗ったのかな、私。あ、もうこの辺の闇のパーツ。あ、出た。この大筒ね。大砲みたいなやつ。うわ、ナッツ。これ元のね、体のバランスがね、でもこの足とかめっちゃかっこいいんだよね。やばい、ここを触り出したらやばいな。ここ触り出したらもう、延々と喋るから。ちょっとやめようね、これ。これまた後に出すんだよ、後に。後な。で、これ作ったんだ、これ多分ね、若作と。さっき出てきたけどね、未開封出てきたけど、これ多分作ったやつだね。ああ、もうこれ、ね、闇将軍がね、こう復活するんですよね、俺ね。これ。ちょっと俺映んないけどね、ちょっともう 範囲が、録画範囲がさ、もう。これね、かっけえ。あ、てか作ってね、これ作ってねえぞ。若作とめっちゃ持ってるね。まあ、パーツ取りで、この辺のね、パーツ持ってる、闇のパーツみたいなの持ってるやつらはね、結構買いまくってたからね、一時期ね。これ完全に作ってますね。もうパンパンなんだけど、闇工程。
闇コード。おお、なんかいろいろ入ってる。いろいろ入ってんな。あ、そうだ、このサダビーね。うん。サダビーがこの、ね、肩にくっつくパーツ持ってるんですよ。闇将軍のね。あー、ごめん。ごめん、悪気はないんだ。許してくれ。かっけえ、サダビー。武者サダビーね。うん。これも何もあの塗ったりとか何もしてないやつね。うん。へえ。あ、とか若作ってどんだけ持っとるね。若作とこの時点で3体いるからね。いや、多分3体じゃ済まないけどね。バカみたいに買ったからね。ちなみにこの頭に、これが闇将軍の、頭につくやつね、これね。うん。このニューガンダムなんだっけ？もう記憶がないんだけど。これ私が作ったやつじゃないよね、確かね。私が買ったやつか。てかもうさ、本体の闇工程がさ、あ、いるいる。あ、これ確かこれ塗ったんだっけ？あ、ちょっと塗ってる。これ多分ガンダムマーカーで塗ったやつだね。なんか紐出てんだ、紐。なんかこの紐ない。なんかいろんな変なくっついてくる。うん。ガンダムマーカーでちょっと塗ったやつだな。うん。私あんまスプレーとかで塗るのね、得意じゃないから。うん。ちょっとだけマーカーで塗ったやつだね。懐かしい。うん。はあ、いいですね、プロモデルは。あ、この闇工程のさ、このなんか、肩のさ、この色とかすげえ好きなんだよ、この色。なんか、ちょっといいよね。わかるかな。剣ちょっと塗ってますね。なんか、雑だな。雑ですけどね。これはちょっと待って、パンパンやん、これ。パンパンだよ、これ。ちょっと入れすぎだよね。これは蓋閉まらんわ。あ、そうだ、闇章、や、あの、サダビーのやつと、あ、もうめっちゃ入ってる。BB 戦士すげえ好きだからさ。うん。あ、倒れちゃう。倒れちゃう。危ねえ。狭すぎて、そろそろやばいな。うん。よいしょ。で、まだあるんだよ。全然まだあるんだよな。いや、もう12分か。まあ、ちょっとカットするとカットしよっか。考えます。すぐ出したいんだよ、この動画。すぐ出したいからね。そして黒魔人闇工程ですね。もう箱が言わんで、多分これ作ってる。ああ、なんか温度上昇、マジで？マジか。なんでだ？ちょっと待って、早いよ。早い。まだ早いよ。第1部、第2部に分ける。いや、でもまとめていきたいから、この辺後にしようってことだな。オッケー。ガンガン行こう。まだちょっと待って、今回紹介だけだから、何が残ってるか、何があるかだけ紹介しよう。ゲーツバウンドドック、多分これ作ったやつ。GG のやつ。もう積めない。積めないぞ。ザクタンク、すげえ古いやつ。多分これ確かまだ作ってなかった気がする。ノイエジール、これは作ったと思う。だいぶはるか昔に作った、ノイエジール。あとだ。これは友人にもらったやつだな。まだ作ってませんね。ベアッカイ。はい。もう場所がね、場所がね。これがちょっとだけ作った。もう何も映らん。 ちょっと待って、ね、もう多すぎ。ちょっと一回下ろす。一回下ろすわ。新天アッシュマ、核アッシュタロン。あ、これアッシュタロンだったのか。で、工場兵器セットですね。ザメルが入ってるやつ。全然映らないけどね。これは作った。これザメルだけ作った。この三国でのやつですね。で、まだ作ってない。入らない。収まりきんない。アルパージール。これも、さっきのクリーマーサーと一緒、ガンダムコレクションのやつで、これはいつか作りたいと思います。アルパージール大好きなんでね。全然映んねえな。でかすぎて。こっち未開封っていうか作ってない方かな。大好きなやつね、この。水戦国の7人の超将軍編のやつ。波動武者マザクです。かっこいいんだよね、これ。リアルサイズになるの、SD が。かっこいいね。大鋼のライバルのやつ。30%ぐらい買ったらしいよ。これどこで買ったんだっけ。忘れちゃったけど。あとは、パーツ取りジオ。 武者ジオですね。洗脳マスク。次が、これ作ったやつね。これ作ったやつね。ネオグランゾ。これは買って作りました。そんなにいじってないというか、いろいろいじりたいんですけど、もったいなくてなかなかいじれないやつね。
あとは、すげえ昔に作ったデスサイズヘル、カスタム。うん。あとはもうね、いろいろ、ちょっと細かいやつがいっぱいあるんで、細かいのはまた別で、バラバラのやつは別で紹介したいと思います。まあ、そっちがある意味、主眼になりそうなんだけどね、これからね、ちょっとパーツ取りとかするんで、またそれは別のパートで、お疲れ様でした。積みプラもね、あんま積みすぎないように、いろいろ作っていきたいと思うんでね、またそういうのも出てたらやっていきたいと思います。ではでは。